ハロー YouTube。 さあ今回はですね、実際の電気証書を使用して様々な検証を行うという企画になりますが、さあ今回検証を行う電気証書は、前回引き続いてですね、アウディのフラグシップ EV であるアウディ RS e-tron GT というですね、まあ、まさにアウディのフラグシップモデルになると。さあ現在ですね、私がいるのは海老名サービスエリアの下り線と、まあ、いうことになりますので、早速ですね、この RS e-tron GT の真の EV 性能をですね、確認するためにですね、1000キロチャレンジを行っていくということですね。さあ現在ですね、充電座力 98% まで、充電することができているんですが、1点ですね、このまあ、体感と一緒なんですが、現在ですね、電圧がちょっと見えないと思うんですけど、417V ぐらいになってるんですよ。これの何が問題かっていうと、目の前にあるですね、これ、海老名サービスエリアは 90kW と 40kW が前と後ろ2つ、1個ずつあるわけですけども、こっちは充電できません。なぜなら、あっちの充電器は確か 10V がマックスだったと思いますので、何にせよ充電できないんです。充電はできるんです。充電はできるんだけど、充電残量が高い状態から充電をするとエラーが発生します。電圧が、許容を超えるんで。だから、新電源は450がマックスなので、まあ、この車の電圧にも対応すると。まあ、なので、充電残量が高い状態でも、ちゃんと充電出力、発揮できると。100% まで充電できると。まあ、いうところ。一点、ちょっとここだけ。これは、壊れているとかじゃなくて、そういう仕様であるという点は一点、注意した方がいいかなと思います。そして、今回の1000キロチャレンジ、いつもの1000キロチャレンジとは違います。じゃあ、一体何が違うのか。今まではですね、まあ、テスラ車を除いて、あくまでも高速道路上にある急速充電器を、まあ、渡り歩いて1000キロを走破していたと。で、テスラに関しては、インターから降りてですね、最寄りのスーパーチャージャーの、まあ、に、わざわざですね、まあ、行って、充電をしていたと。今回のアウディ、実はですね、前回も説明していますが、ポルシェ、アウディ、フォルクスワーゲン、3社が連動してですね、現在 PCA、プレミアムチャージングアライアンスと名付けられた、独自の急速充電ネットワークを構築しています。こちらは、それ以外の電気商社では使用することができないと。まさにエクスクルーシブな、充電ネットワークであると。この PCA に関しては、最大 150kW 級というですね、非常に高い、充電出力を許容できると。まあ、前回のね、充電性のテストでもお見せしたわけですけども、これを使えばですね、実は高速道路上にある、まあ、なんちゃって急速充電器たちを使わないよりもですね、一回インター降りたとしても、かなりですね、時間を短縮できるんじゃないか説みたいなところがあったりしますので、果たしてですね、今回、皆さんがかなり気になってるだろう、テスラ以外の独自の急速充電ネットワークである PCA を使って1000キロを走破すると、一体どんなような、まあ、障害、まあ、悪いこともそうだし、まあ、いいこと、どういうふうに感じたのか、特に僕テスラも所有して長距離ガンガン乗ってますから、まあ、公共の急速充電器、そして、テスラ、スーパーチャージャー、そして、フォルクスワーゲングループの PCA と、このですね、まあ、独自の急速充電ネットワークたちを全部比較することができます。まあ、ということなので、今回ね、PCA を、まあ、主に利用するということになります。で、現在の、計画なんですよ。これが非常に難しい。ラギーですね。ちょっとこの辺はまた、なんかどっかインテリアレビューとかやった時にまた、ちょっと文句をつけちゃうかもしれませんけども、最初ですね、充電を行うのはここです。はい。三重県四日市です。四日市にポルシェセンターがあります。ここには水冷式 150kW 級急速充電器があります。なので、ここに寄ります。問題は、これです。インターからちょっと離れてます。これは、例えばテスラもですね、離れてるスーパーチャージャーありますが、僕はね、基本的にはなるべく時間を短縮したいので、一番近いところ選んでますよね。ここ一番近いんです。で、一番ベストな場所です。ただ、結構距離があります。これが2キロでしょ ?2、4。で、ここ国道なんで、まあ、流れてくれれば助かりますけども、まあ、それでも、5キロぐらいあるんじゃないかなと。まあ、いうことになりますので、ちょっとここがですね、やっぱり、まあ、充電の速さを取るのか、それとも、まあ、途中の道インターを降りることによってですね、マイナスとなってしまうのか、こういうところもですね、ちょっと見ていきたいわけですよね。そして、このアウディに関してはですね、はい。なんとですね、今は、これ、充電残量見えますけれども、これ充電が終わるとですね、この画面は、まあ、なくなります。充電の画面なんで。そうすると、
こっちのインストルメントパネルから充電残量を確認することができないというですね。まあ、言い方悪いですけども、相当なクソ仕様になってると。ただ、実はですね、充電残量は見えるっちゃ見えるんです。どこで見るか。ビークル、チャージング、ここです。ここに充電残量が表示されるんです。まあ、なので、ここの充電残量を見れば、一応今どれぐらい充電残量があるのかっていうのは、目視は可能なんですが、こっちにつけろやって話だ。まあ、これはもう、ちょっとまた、別動画で喋りますけども。で、これはどうでもいいんです。で、やんなきゃいけないのはこれです。デスティネーションですね。このポルシェセンター四日市までは、313キロと、22% と、まあ、いうことになります。まず皆さんが押さえてほしいのは、果たしてこの充電残量の計算、これがどれだけ正確なのか。特に120キロ制限をですね、まあガンガンと、まあガンガンつってもまあ大体プラス許容 10% ぐらいで、走ります。さすがにですね、この走り方をするとテスラだったりですね、非常に正確なことで知られているテスラでもですね、ちょっと落ちていくということありますので、まあこの 22% という数値がね、どれだけ正確なのかっていう点もですね、まあ特に外気温が今 11.5 度と、こっからですね、今日はかなり寒くなるということになりますので、まあまさにですね、まあ結構冬、初冬における、1000キロチャレンジということになります。まあ何せよですね、何せよちょっとエクステリアだけね、もうね何回か見せてますけども、しかしこのセクシーさは何ですか。間違いなく日本でね、今売られている電気自動車の中では、僕は体感も含めてですね、ぶっちぎりでセクシーな車であると、エレガントな車であると私は思いますけれども、どっから見てもいいですね、本当に。横から見てもいいし、縦から見てもいいし、後ろから見てもいいですしね。はい。どうですか?というところで、あ、充電が終わった!充電が終わりました。というところで、早速、1000キロチャレンジ、始めていきたいと思います。さあ、これは楽しみです。さあ、1000キロチャレンジがね、スタートしていますけれども、これいつも通りチェックしますけれども、今ね、こちら、御殿場ですね、御殿場の手前からですね、山登りの道です。で、まあね、いつも通り交通量が多いので、ここね、後でリダクションしますけれども、A ダスですね。だから今制限速度、まあ、プラス 10% ちょい、まだ走れてないぐらいなスピード感で走ってますけれども、まあそうなるとかなり余裕を持ってですね、このうねうねの道もですね、しっかりとレーンキープできてるかなっていう印象です。でいつも説明してますけど、この車に関して特に優秀だなと思うのは、なんといってもアダプティブクルーズコントロールの方ですね。今みたいに、はい、前がちょっと遅いです。ほら、もうゆっくりね、ブレーキかけてます。素晴らしい。全く乗ってる人がですね、こう不快な減速にならないです。これはさすがですね。これ曲がってきますけど、どうですかね。このスピードだったら余裕か。加速しますけれども、しっかりで減速が早めに、まあちょっとね今相当遅いですけど、ほら全然ね、つんのめる感覚がないんですよ。この減速いいな、ここの減速加減非常にいいわ。はい、そんな感じでね、まあこの御殿場に向かうですね、まあこのうねうねの道でもですね、しっかり A ダスが、機能的にね、働いているというところが、分かったんじゃないかなと思います。さあ、まもなくですね、御殿場インターが近づいてまいりました。いつも通りね、来年
てか今年度までか、2024年3月ぐらいまで工事がありますので、やっぱ混んでますね。さあ出口です。今の時間が、はい、ズバリ21時25分ということなので、帝国より2分遅れてますね。まあ、なので渋滞2分マイナスと、これをね最終的なタイムにリアクションしていくということになります。はい、ということでね、ここから120キロ制限がガンガン始まりますので、さあ120キロ制限の電費どれぐらいか、そして四日市到着で充電残量どれぐらいなのかっていうところも含めてね、レポートをしていきたいと思います。はい、ようやくですね、ポルシェセンター四日市に到着しました。ちょっとですね、充電性能テストをちょっと何回か試したいっていうのがあったので、ちょっとあえてですね、ここ、充電セッション撮ってます。まあ、なんでちょっとね、その撮影の、機材をですね、設置するとかで、合計8分、遅延してます。なので、さらに8分、これ、リダクションするということになります。充電出力ね、見えますかね。128キロあと出てますね。はい。まあ、というところで、これね、ポルシェなんで、水冷式の、ケーブルに変わってます。まあ、なので、ブーストモードとか一切なくですね、ずっとこの出力を維持できるということになりますので、とりあえずね、一安心かなと。充電材料 21% で到着してます。なので、これあれですよ。トリップメーターも、見せましょうか。304.7 キロですね、走行しました。外気温結構寒いな。もう7度ですよ。相当寒いです。最初、海老名サービスエリアで、充電残量をここ何パーセントぐらい到着するのかっていう予測値をね、これアウディの、出していましたけども、ズバリ 22% でした。で、今回 21% で到着してると、まあ、いうことなので、相当正確ですね、これ。まあ、なので、ちょっとどういう計算をしてるのかちょっと僕はわからないですけども、少なくとも、まあ、平均スピードを、まあ、10% ぐらいプラスで走って、で、しかも、今、外気温、一番低い時6度でしたけども、まあ、6度とかで暖房ちゃんとつけた状態で、それでも、ほとんど充電残量の数値がブレないと。これ結構正確ですね。だから少なくとも、アウディが示した数値を下回ることっていうのは、よっぽど変な運転しない限りは、まあ、ないんじゃないのというふうに言っていいんじゃないかなと。まあ、ちょっとこれね、あと何回か検証できますから、またね、ちょっとその数値の正確性ってところも見ていきたいとは思います。さあ、問題はここですよ。いつも通りですね、兵庫県まで行きます。で、折り返すんですね。で、仮にですよ、これを、またこの四日市のポルシェセンターに戻ってくるという作戦を取ると、往復の航続距離379キロなんですよね。ギリギリたどり着くんですよ。このポルシェセンター四日市に多分途中充電せずに。なぜかっていうと、ここはもうこっからは120キロ制限なくなるんですね。なので、それを考えると、まあ燃費は良くなるだろうと。で、航続距離テストの結果も考えても、まず5ぐらいで行くんじゃないかと思います。ちょっと寒いけどね。だから、それを考えると、5で、この車 83kWh 積んでるんで、83の5だから、まあ、415kmぐらいは満充だったり走行できると。で、379kmでしょ?まあ、どうですか。95は入れなくていいけど、まあ、90% 前半まで入れれば、多分、このポルシェセンター四日市に充電なしで戻って、来れるんですよ。今回の e-tron GT の、まあ、最大の弱点は何かといえばですね、とにかくインターを降りてから、まあ、ポルシェセンターだったり、アウディのディーラーまでは、ちょっと距離がありますよね。今回もあった。だから、
そこがどうしても時間ロスになると、充電のスピード早いけど時間のロスになってしまうので、なるべく充電の回数を抑えた方がいい。それを考えると、ここでなるべく入れ切って、というのも、この車充電性のテスト皆さん見ていただいた通り、充電性の 90% ぐらいまでは、まあ、70キロワットぐらいで入ってくるんですよ。そしたら、これ、高速道路上に設置している90キロワット級の急速充電器とスピード変わらないんですよ。で、それを考えたら、まあ、ここで入れ切っちゃっていいんじゃないのと思うんで、まあ、95% はいらないけど、92% ぐらいまで入れて出発しようかなと思ってます。そんな感じで、次の、充電スポットはまたここの予定で、兵庫をいつも通り折り返して、前戻ってくると。130kW だよ。もうテスラ V2 スーパーチャージャーと同じですね。ただし、深夜に来ると一点残念なのが、トイレする場所がないんですよ。トヨタとかマツダとかディーラーがめっちゃあるんですけど、あ、ほら杉薬局はあるんだけど、あとないです。で、多分すっごい遠目にファミリーマートの看板が見えるんですけど、多分ね、あれね、800メーターぐらい先なんですよ。さすがに10分かけて7、8分歩いてコンビニ行くのはちょっとこの寒さでは厳しいので諦めようっていう。で、まあしょうがないか。まあ何せよ、充電残量 90% 前半まで充電したらギリギリいけるかな。うん、ちょっと、挑戦したいと思います。外気温がですね、途中まで2度っていうですね、ちょっと想定よりも大幅に低かったっていうところがあったので、ちょっと残念ですけど、まあたどり着きそうにないっていうのが1点で、なので、あの途中ですね、あそこ、どこだっけな、草津か、草津パーキングエリアの90キロワット級寄ってですね、本当にちょっとだけ充電して、5分ぐらいかなで、たどり着くようにしようかなと思ってるんですが、もう一点大きな問題が出てきてしまって、実はですね、今これ充電残量は 19% の表示なんですよ。全然余裕でしょ。で、到着地の充電残量予測マイナス 4%、 ここまではいいんですが、インストルメントパネルに表示されている航続可能距離残り7キロなんです。草津まであと14キロで足りないんですよ、全然。これは一体何なんだっていうところで、なんかすごく怖いんですよ。ほら、7、6、もう一気に減ってってる。怖い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 。こっちが、本当ってこと絶対ないはずなんですよ。四日市までギリギリで計算してたんで、まぁ、ちょっと気温低かったんで若干足りないよねっていうところで、若干足りないのは分かるけど、もうあと5キロしかない。これどうなんの？大丈夫だよね？止まって4キロ。え？なんでこんな早いの？減り方。やばい。3キロ。待って、充電残量はだってさ、ちょっと待って待って待って、やばいやばい。なんかさ、ソフトウェアのバグとか、これさ、どっちがバグなのこれ。なんか嫌な予感してきた。2、2
キロ、残り充電残量 18% ある、そう書いてる。俺はこっちを信じてるし、電費的にありえない。あーめっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。えっ、何、33、34、36、39、40、46、52、53、55、66、62、64、66、67、70、77、なんなん。ポルシェセンターまで89キロで今後続からの距離86まで戻ったな。まあ寄るけどちょっと足りないから、さすがに。なんなのこれ、これ完全にソフトウェアのバグですよ。航続可能距離がもうなんかやばいぐらい落ちてって、で2キロまで行ったら急回復しましたよ、87キロまで。ちょっとこれさやばくない、このバグ、何これ。でしかもなんか放っておけないバグなんですよ。だってそうじゃないですか、だって電気自動車運転しててなんか急になんか航続距離の減るスピードがめっちゃ速いみたいな。でしかもこのインストルメントパネルには前も言いましたけど航続可能距離しか表示されないんですよ。充電残量は波状にしか表示されないんで、まあ普通の人は充電残量見てないんですよ。でそれを考えるとマジでやばい、これは。このバグは本当にやばいんで、アウディジャパンさんこれ見たら何としてもあのエスカレーションした方がいいと思います、本国に。さあ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 、続きをね走っていきたいと思いますけども、ちょっとねダッシュでトイレ行って戻ってきてっていう感じで、でもほとんど充電はまあしたかしてないかぐらいなイメージになります。本当に数分間だけして、多分ね足りる感じだと思いますけども、ちょっとねあのなんか最後あの充電のなんか様子とか全然気にしなくて、最後充電切り上げようかなと思ってパッと液晶画面見たらなぜか175アンペアしか流れていないっていう。いや通りで63キロワット62、3キロワットしか流れてなかったんで、あれなんか低いなとか思ってたんですよ。そしたらやっぱり175アンペアしか流れてなかったっていうね、一体なぜなのかよくわからないですけど、まあいいや。だからね体感はあの新電源とめちゃめちゃ相性悪いんですよ。今も相性悪いのかな、ちょっとわかんないですけど、アップデートされて治ったのかな、ちょっと僕はよくあのそこら辺わからないですけど、まあ何にせよあのタイガーのプラットフォーム一緒ですから、まあもしかしたらイートロン GT も、まあ、新電源とあまり相性が良くないパターンがワンチャンある、わからないですけど。ほら見てください、またですよ、また充電残量がやばい、あと45キロもあるのにやばい、マッチ。どんどん減ってく、7、もうダメだ、2、終わった、もうバンジキュースだろ、1、やばい、連結する、止まるよ、止まってしまう、39キロまで回復しました。
こんな感じです。完全にバグです。はい、ようやくですね、四日市の、ポルシェセンターに到着しました。充電作業 1% で到着っていうね。で、残りもですね、4キロしか、残量がない。しかもですね、この4キロは結構適当に増減してたって説明してたやつなんで、ちょっと危なかったね。結構。繰り返しになりますが、この車はバッファーがありません。なので、0% になると、完全に終了します。なので、ちょっとね、過去1ぐらい結構危なかったって感じですけども。はい。でもね、ちゃんとね、120キロとガツンと出るというところはね、これさすがなのかなと思います。ちなみにですが、ちょっとね、またいつも通り、検証をなるべく多くやりたいので、撮影機材準備してたんで、この分ね、ちょっと何分か、差し引きますけども。はい。というところで、まあ、何にせよね、なんとか充電することできましたので、このポルシェセンターのね、四日市で、ギリギリまで充電します、もう一回。ちょっとね、やっぱり、想定以上に燃費が悪いです。で、これ理由は明確で、間違いなくですね、やっぱ気温が低いです。今一番やばかったの、0度ありました、0度。0.0 度。これはね、さすがに寒い。で、ここら辺はさすがにまだ、あったかいっつってもね、5、6度とかなんで相当寒いんですけど、やっぱね、ちょっとね、想定よりも燃費が悪いのは、そこで暖房を使っちゃってるってところが大きいのかなっていうところだと思います。で、行きなんですけど、海老名から四日市だったと思いますけども、この時には、充電残量して 79% 分使っています。まあ、なので、本当だったらそれで十分だと思うんですけど、どうですかね。もうちょい充電しとくか。なんか、ギリギリになって充電材料足りなくて、途中ね、スピード落としてみたいなところでやるともったいないんで、この車何度も言いますけど、充電材料 90% ぐらいまでは、だいたい 70kW 以上もっとか、80kW ぐらい許容できちゃってますから、まあそれ考えたら、なんかむやみになんかギリギリ攻める必要はないのかなと。ちょっと読めないので寒いから。まあ 90% はいらないけど、そうだな、85% ちょいぐらいまで、念のため入れといてっていうところで、はい。80% 後半まで入れて、最後ね、このまま、海老名まで走り切っていくと。本当はだから充電2回で済ませたかったんだけど、どうしても最後足りなかったんで、途中、草津でやったんで、まあ充電3回ということになりましたけども。まあ何にしてもですね、このポルシェセンターだったり PCA に関しては、充電、制限のね、30分という時間制限ありませんから。だからもう充電を差し込んだらね、もうずっと充電できると。まあこの点はね、やっぱりかなり、こう、心の、こう、安心感というか、安堵感みたいなものは全然違うのかなと。特に、プレミアム EV オーナーにとっては、非常にいい、機能というかね、そういう内容なのかなと思います。チャレンジもね、いよいよ佳境に入ってきたということですね。このね、車両に関してはかなりですね、GPS との距離に乖離があります。だいたい 3% ちょい乖離がありますから、逆算するとですね、このオドメーター上で968キロになったら、はい、1000キロになるとカウントダウンしていきたいと思います。967 967.1967.2 3 967.4 967.5 7さあ来た。967.8 967.9 ラスト968来た。1000キロを達成しました。そして現在のタイムが7時45分と
いうことですね。昨日の、8時53分に出てますから、逆算するとですね、8分の差で、8分だから、43から8を引くと、ちょっとごめんなさい、間違ってたらごめんなさい、10時間35分ぐらいだと思います。はい、ということで、記録的な好タイムをね、叩き出すことができたと。まあ、チャネモの EV としては EQS に引き続くですね。かな EQS に引き続く。特に果たしてですね、まあこの PCA をですね、独自の急速充電ネットワークを使用したこのですね、アウディトロン GT、 特に RS モデルがですね、一体競合と比較してですね、まあ、どれだけを達成したのかと、比較していきたいと思います。はい、ということでですね、今回の1000キロチャレンジをね、早速総括していきたいと思います。はい、こちらの、グラフになります。一番左ですね、2023年アウディ RS イトロン GT と 83.7kWh のネット値です。 AWD です。さあ、今回の1000キロチャレンジのタイム、ズバリじゃじゃんと10時間35分と。はい、ということで、まあ、テスラ車以外ということになりますが、メルセデス EQS に次ぐですね、第2位の、記録になったと。まあ、非常にですね、素晴らしい記録が出たわけです。はい、アベレージスピード 94.7 キロでした。ちょっとね、燃費は抜かします。今回ですね、まあ、特筆するべきポイント、まあ、というよりも、今回ね、やっぱり比較したいのは、すぐ右の EQS ではなくて、すぐ右、もう一個右ですね。2019年製テスラモデル S100D になります。この比較がすごい面白い。まずですね、これタイム。モデル S10 時間45分でした。よって、10分のタイム差ですね。なんとだからテスラよりも10分早いというところで、これはですね、非常に、素晴らしい結果が出たと。他方で、まあ、このタイムに最も大きく影響するですね、充電時間は、まあ、1時間30分、今回 RS イトロン GT。他方でテスラモデル S1 時間33分で終わっています。なので、充電時間3分しか差がないのに、なんでトータルの時間が10分も変わってんだと。まあ、この6、7分どこ行っちゃったんだという話になりますが、これにはちゃんと明確な理由があります。大きくですね、まあ、個人的には2つあるのかなと思っています。まず1つ目ですけれども、今回の、RS イトロン GT におけるですね、充電残量マネージメントが完璧だった点です。確かに僕は出発するときに、今回の RS イトロン GT 充電2回でいけるんじゃないかと。ポルシェセンター2回でギリギリいけるんじゃないかみたいな話をしてました。結果的には3回になりました。急遽草津パーキングエリアの上り線でですね、9分間の充電を追加しました。まあ、なので充電マネージメント完璧じゃないじゃないかと思われる方がいますが、これはですね、僕の計算ミスではなくて、単純にですね、寒さが厳しすぎました。実はですね、これ現在、あれなんですよ。11月の末でですね、寒波が襲来してます。北海道とかね、これ北日本に関しては、かなり、まあ、大雪になるんじゃないかみたいなこと、まあ、で、今世間が騒がれてるわけです。まあ、なので、非常にですね、寒かった。最低気温0度でしたから、これ多分ね、冬場にある検証よりも、ちょっと寒かったんじゃないかなっていうくらい、非常にですね、本州に関してもかなり下がったんです。まあ、なので、暖房の消費量っていうのが想定以上に増えたってところなので、もうこの9分間はもうどうしようもない。だからポルシェセンター4日1回目ですけれども、充電残量 100% まで充電したら、もしかしたら大津じゃなくて草津、充電いらなかったかもしれませんけども、100% までやればですね、これ当然充電出力最後、さすがのこの充電、の化け物であるですね、イートロン GT でも最後落ちますから、まあそれを考えたらですね、まあ途中の、サービスエリアでちょっと充電して、帳尻合わせる。これはですね、まあ現状考えられる最もベターな、充電の作戦だったのかなと思います。なおかつですね、これ、2回目のポルシェ4日1、さらに最後、海老名サービスエリア到着時点、どちらも充電残量
1% で到着してるんです。で、これは正直、まあ、ほとんどありえない。というか、多分今日本国内で RS イトロン GT 購入された方でおそらく、その自分の車を充電材料 1% まで減らした人って多分日本人でいないんじゃないかな。多分僕ほぼ断言できますけど、日本人でそんな人いないと思う。だって RS イトロン GT なんて所詮セカンドカーとかってみんな買ってるわけじゃないですか。まあ、ということなので、なんか、自宅充電でゆるゆるやってると思うんですよ。だそれを考えると、まあ、こんなコントロールをする、なんか頭のおかしな人は、まあ、日本人では僕しかいないので、まあまあまあ、ちょっとこれはどうでもいい話なんですが、まあ、何にせよ何が言いたいのかっつうと、とにかく充電残量マネージメントを完璧にやったと。だから、さっきモデル S 見返してましたけど、そこまで完璧ではなかったですからね。まあ、それを考えると、まあ、僕の充電残量マネージメントコントロール、の、まあ、一般的な能力値ってのが、どん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 洗練されてきてると。まあ、自分自身の、自己成長みたいなものを見て取れるわけです。そしてもう一点ですけれども、なんと言ってもですね、やっぱり PCA の存在です。で、確かに今回寄った2回ですよね。まず、テスラは3回降りてます。ところが、まあ、今回 e-tron GT は2回しか降りてませんので、まあ、一つそれが大きい。で、もう一点は、PCA に関しては、電源が切れちゃった。四日市の場合は、まあ、5キロぐらい離れてるんですよ、インターから。ところが、実際に走行してみると分かったと思いますけども、国道なんですよね。で、しかもかなり流れがいい国道です。まあ、なので、バイパスなんですよ。だから、いわゆる、インターを降りたら、めちゃくちゃ車速が下がるって当初思っていた想定よりも、意外にスピードを下がらずに、ある程度、もうポルシェセンターの近くまで行けちゃったと。まあ、なので、平均車速の下がり方が、まあ、インターを降りたとしても、それほどでもなかった。この点が大きいのかなと思います。まあ、なので、これ昼間やったら、もちろん全然これ話は変わると思いますけれども、まあ、いわゆる、これ全部ね、いつも同じ時間にこれ1000キロチャレンジやってるわけですから、まあ、そういう意味では公平と。まあ、こういう点を考えると、なぜですね、まあ、充電時間が、まあ、さほど変わらないのにもかかわらず、まあ、結果としてのタイムが変わったのか、まあ、こんなような、いくつかの要因が、考えられると。まあ、何にせよ、10時間35分、非常にですね、まあ、正確な数値を出せたのかなと思います。はい、そしてですね、まあ、もう一点、やっぱり注目したいのは、消費電力量ですね、平均電費になります。今回、1000キロチャレンジ通した RS イトロン GT の、平均電費、ズバリ 204Wパーキロメートル と。まあ、この数値がですね、まあ、どれだけ優れているのかという話ですが、例えば右、EQS450 プラスに関しては、190Wパーキロメートル と。より優れてますね、電費。そしてテスラモデル S 100D 217Wパーキロメートル と。他方で、モデル S に関しては、雨がかなり降っていたと。これ大雨ですから、まあ、かなりね、これ電費に悪い。しかも21インチ装着してましたから、まあ、よりね、これタイヤも大きいし、まあ、太いと。よりですね、この雨の、によるですね、転がり抵抗の悪化の影響を受けていますよね。他方で今回の RS イトロン GT の方が、明らかに寒いです。てか、まあ、全然寒い。もう、冬の検証だったと言ってもいいと思います。で、それを考えると、実はですね、やっぱりモデル S よりも、ま、電費がいいということが見て取れると。だから EQS も、これですね、まあ、夏にやったんでベストコンディションですからね。これ冬にやったら、どれだけ、影響してくるのかと、航続距離に。まあ、こういうところも見ていかなければならないと。まあ、なので、ちょっとですね、まあ、今回の、比較表には、これセダンなんで記載してますが、まあ、モデル3とのね、まあ、比較っていうのは、まあ、正直あまり意味がないとは思います。まあ、なのであくまでもね、まあ、セダンとしては、日本で売ってるセダンとしては、ま、こんなような、まあ、モデル3っていうのもね、もちろん選択肢にありますが、まあ、RS イトロに関しては、やはりですね、EQS だったり、まあ、テスラモデル S だったりね、まあ、BMI7 とか、まあ、i5 よりもまあ、もちろん i7 なんですが、まあ、これの車種と比較するべきということになりますので、まあ、何にせよ、そういう意味では、まあ、電費性能では、全然ですね、これ競合に今、劣っているわけではないし、むしろね、勝っていると言えたりもするのかもしれないと。もちろんですが、これテスラのモデル S に関してはもうね、ご存知の通りですが、最新モデル、パラディウム、発売されてます。まあ、なので、これね、パラディウムはですね、まあ、レイブンよりもですね、まあ、電費はちょっと劣るんですが、まあ、それでもですね、今の2019年モデル S100D よりも電費は良くなっています。なので、果たしてですね、まあ、このパラディウム、現行世代のパラディウム、
ディウムが、まあ、このタイムをね、さらに縮めてくる。特に燃費がどれだけですね、まあ、優れるようになってるのかと。まあ、こういう点もですね、この、まあ、プレミアム、セダンクーペみたいな。まあ、こういうところではですね、非常に、注目の対決動向なのかなと思います。はい。何にせよですね。まあ、今回、RS イトロン GT のですね、選挙チャレンジ。特に今回、明確に今までと異なるのは、公共の急速充電器を使っていない。あくまでも、独自の急速充電ネットワークである PCA を、まあ、主に使ったと。まあ、このような検証を行ってきたわけですけども、まあ、結論から言ってですね、充電体験良かったなと思います。もちろん充電待ちがなかったっていう、まあ、ちょっとね、後で懸念すべき点も、もちろん同時に付け加えますが、充電出力が出なかったとか、なんか充電器が故障していたみたいな問題は、やっぱり一切なかったですね。やっぱりですね、これが良かったことは、なんといってもやっぱ水冷ケーブルの、まあ、充電ケーブル、もちろん採用できていますので、コネクターも軽い、取り回しも非常に良かったです。で、なんといっても、まあ、充電出力130キロワットぐらいが、ちゃんとですね、毎回安定して持続して入っていくと。この安心感はやっぱりですね、何者にも変え難い。じゃあ、これは一体何だったのかって思うとですね、やっぱり僕はですね、テスラスーパーチャージャーを思い返すんですよ。テスラスーパーチャージャーも、まあ、行ったら基本的には空いてる。で、充電器を挿せば必ずですね、期待通りの充電出力を得られると。確かに唯一テスラスーパーチャージャーと比較するべきではない観点というか明らかに劣っているのは充電ステーションの中の充電器の数ですよね。これは明確に現状ではポルシェでは1機しかない。アウディでもまあ2台同時充電がマックスなので、この点に関してはですね、まあ今後アウディだったり、まあポルシェ、フォルクスワーゲンの EV が増えていくとですね、まあ充電渋滞みたいなものがですね、これ頻発するようになることは間違いないですから、まあ当然ですけども、それに合わせてですね、しっかりと、まあ、充電器を拡充していく。まあ、これが PCA の役割ということになりますので、まあ、こういうところのね、動向も、まあ、注目していく必要はあるのかなと。まあ、何にせよ、今回の充電体験を、まあ、改めて考えてみると、まあ、やっぱテスラと同じみたいになってるなと。今のところは。というような印象になったので、非常にですね、個人的には、評価が爆上がりしたのかなと。まあ、なので、30分のやっぱ充電制限がないので、もう、なんか、茶でもの、公共の急速充電器の検証とかだと、なんか、ちゃんと充電出力出てるかなとか、なんか、15分経ったら、まあ、隣に EV もいないし、付け替えようかなとか、再ブーストやろうかなとか、なんかね、30分で充電終わっちゃうから、みたいな。なんかめんどくせえなとか、早く戻ってこないといけないなとか、別にそんなこと何も考える必要ないわけですから。まあ、特にですね、これフォルクスワーゲン、まあ、アウディ、ポルシェとかですね、まあ、プレミアムブランドの EV 購入するようなユーザーにとってはですね、やっぱりそういうような、なんかケチケチした、なんかせかせかした EV を購入して、まあそういうようなのは絶対に嫌です。てか、そんなんだったら EV なんて買わない方がいいよねって思うのは当然ですから、まあそういう意味も含めて、まあ今回の PCA、そしてまあ、イートロン GT、まあ含めたですね、EV 性能、非常にこういうプレミアムオーナーに対しても一定程度満足できるような仕上がりになってるんじゃないかと。家充電がある人で、ちょっとの遠出心配だなという人もですね、まあ、あらかじめ、まあ、ポルシェだったり、アウディのディーラーを調べておいて、PCA、どこに充電器があるのか、まあ、どんなようなスペックの充電器があるのかっていうのをちょっとね、下調べしておけばですね、実は、長距離、のね、運用も、十分耐えられるスペックに仕上がってるのかなと。まあ、個人的には今回のね、検証を通して、そういう発見ができたところはですね、非常に有意義だったのかなと思います。はい。何にせよですね、まあ、今回、検証したイートロン GT に関しては、ポルシェ Taycan との兄弟車 J1 プラットフォームになりますが、今後はですね、Q6 イートロンからですね、プレミアムプラットフォームエレクトリック PPE ですね。これ新たな EV 専用プラットフォームを採用する EV が出てきます。で、今後ですね、A6 イートロンなんかも絶対出てきますけども、まあ僕はですね、A6 イートロンのプロポーションが大好きなんですけれども、まあ、こういうですね、EV も出てきて、まあ PCA も使えると。まあこういう風にして考えるとですね、まあ結構、まあ、フォルクスワーゲングループの EV の長距離運用も、
悪くないなと、まあ、思ったりしましたので、まあそういうね、最新動向だったり、まあ今後もですね、PCA を使ってですね、まあ別の EV、いろんな EV でもですね、まあ検証しながら、まあ僕はね、テスラも使ってますし、もちろんですね、あの公共の急速充電器ももう毎月のようにですね、検証しまくってるわけですから、あのそういうのも全部ね、最新動向、すべての今のところあの充電ネットワークはほぼあの分かっているつもりなので、まあそういうのも含めてですね、どのまあ EV を使ってどの充電ネットワークを使うのがストレスフリーなのかみたいなもののね、最新動向に関する比較なんかもね、今後も定期的に情報アップデートをしていきたいと思います。何せよイトロン GT、RS イトロン GT、非常に素晴らしいタイムが出ましたので、非常に良かったかなと思います。そんな感じでいってらっしゃい。